ゴムのこの質感ももう夏タイヤでなんかスタッドレスを作っちゃったっていう感じです。観光農園の遭難の動画が始まるよ。こんにちは、観光農園の遭難です。今回はこのもう見えてます、ハイフライスタッドレスルートライ212で、このタイヤアジアンタイヤ中国製激安でした、3980円、激安だったんで今回買ってみたんですけど、どうですかね、ちょっとこれ見ていきたいと思います。まずはこれタイヤゴムですね。はっきり言って硬いです。はっきり言って硬いで、ゴムのこの質感ももう夏タイヤでなんかスタッドレスを作っちゃったっていう感じです。こういう溝もあんまり深くないし、でこれ本当にスタッドレスっていう感じなんですけど、一応ここにはスタッドレス書いてあるんですよね。だから雪のマークなんかも入ってるんですけど、これちょっとスタッドレスとして使うのは厳しい気がするんですけどね。パターンもこんな感じで、まあ、パターン自体はそんなあんまり書かれないんですけど、ちょっとこの硬さこれはやばいですね。どうなんですかね。高度計がないんで測れないんですけど、かなりこれは硬いです。回転方向はないんですけど、インサイドとアウトサイドがあります。はい。今回はこのアジアンスタッドレスハイフライ買ってみました。はっきり言っておすすめできません。今回はご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったという方は評価グッドボタンよろしくお願いします。合わせてチャンネル登録もしていただくと非常に助かります。よろしくお願いします。今回はご視聴ありがとうございました。